大谷翔平、インスタで水原一平が写っている画像を一斉に削除しています。その中には、エンゼルス・トラウトと3人で撮った記念の写真も。1枚目の写真、こちらは右上2つ目の壇上写真複数の中から、右画像だけを削除。2枚目の写真、WBC で様々な画像を撮ったものも全て一平と写った画像はなくなり、3枚目のエンゼルス時代から、4枚目のメジャー挑戦のタイミングまで全て削除されてしまいました。大谷さんの気持ちなのか、弁護士さんからの指示なのかどちらにせよ悲しい結果すぎる。大谷、関連するインスタの投稿も消したのか。寂しいけど大谷の気持ち考えると辛すぎるし、ここまでの本人の動きから見ても、これでがっつり関与してたらそれこそヤバいやつだからな。本当に散らなかったというのを信じれる。このトラウタニ写真、もちろん保存してるけどさ、消しゴムマジックで一平さん消したりして再掲してほしいわ。大谷翔平、水原一平二人は完全に決別するのか。もう3日経つけど未だに信じれんわ。イメージとかの問題もあるし、大谷選手の一存だけじゃないんだろうな。自分の意思なのか、弁護士にやらされてるのかいろいろ切ないわ。大谷にとっても晴天の霹靂だったんだろうな。改めて現実を突きつけさせられた感じがして辛い。信頼していた水原さんに裏切られた落胆や失望や怒りはいかばかりか。本当に、悲しい、悲しいのう、一平アホすぎだろ。